お疲れ様です、春日社長。おいおい、それやめてくれよ。普通に今まで通り接してくれって。ん？あ、さようですか。ではお言葉に甘えて。やあ春日君。お前まだここに通うのか？ああ、資格取得は就活のためだけじゃない、自分を磨くためのものだからね。ライフワークだし、就活がどうなろうと辞めるつもりはないよ。それに愛する人もいるしね。ん？イカリさん、何か言いましたか？いや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 、ノープロブレム、ノーコメント、ノースピーキング。それに僕がここにいた方が春日君も便利だろ。資格のことについて聞けなくなったら困るだろうし。おう、助かるぜ。じゃあこれからもサポートよろしくな。言われなくてもそうするさ。ダチを助けるのは当たり前だろ。おう。いや。ああ、へえ。マジか。わかった。